晶作りの内側はどうなっているのでしょうか。変わらない写真の力を信じ、磨き上げた技術を研ぎ澄ましながら。失礼しました。今や寝室に使われたのは主に1階だけ。屋根裏は広いスペースになっていました。昔はここで蚕を飼っていたのです。床はすのこ張りで、いろりから出る煙が屋根裏いっぱいに満ちます。三角の壁には